ブラコンはイングランド北西部チェスターにある規模の大きなサバーブで個人所有の住宅のほか相当数の公営住宅が混在している公外住宅地となっており公営住宅の中には通常の2階建ての家屋のほかより高層の集合住宅や障害者向けの平屋建ての住宅なども含まれている一時期には ヨーロッパにおける最も大規模な市営住宅の集積地とされていたが、その後、かつての市営住宅は所有、運営、維持などが、チェシャーウェストチェスターのカウンシルとパートナーシップを結んだ、サンクチュアリーグループが所有、運営、維持に当たっている。ブラコンは、同様の歴史的背景を持ったサバーブであるラッチェと、提携関係を維持しているが、ラッチェは、ブラコンのように、 サンクチュアリーグループ参加にはなく、また規模は相当に小さい。ブラコンから援護をするチェスター大聖堂。ブラコンはウェールズとの国境に近く、チェスター中心部から北西に1マイルほど離れ、中心市街地を見下ろす丘の上に位置している。この村はもともの農地が広がっていた場所に建設されており、周囲には開けた田園風景が広がっている。 ブラコンからはチェスターの中心市街地を一望することができ、西方20マイルほどの距離にはウェールズの丘陵地帯も見える。このほか、近傍には北方にアプトンバイチェスター、北西方にソーゴールとモリントン、北東方にニュータウン、そして南方にはウェールズと境界線に面した町、ソルトニーがある。ブラコンはウィラル半島にも近い。オーバープールの村からは、 およそ12マイル離れている。ブラコンの商業施設、ザ・パレードショップス。ブラコンは、もともと、ブラコンヒルという名で知られており、クルー公爵の領地の一部であった。1923年には、ブラコンクムクラブウォールのパリッシュが設けられ、1936年4月1日には、同年のチェシャー州再編例によって、ほとんどのパリッシュは、チェシャーカウンティバラに移管された。 1950年代初めにチェスターシティカウンシルによって大規模な建設事業が始まる前はブラコンは小さな農業集落であった。現在も残る古い元々あった建物の大部分は1950年代に建設されたものであるが、1960年代の遅い時期から1970年代、1980年代にはサウスブラコンにあった。 陸軍基地の跡地の一部が範囲域に付け加えられた。ノースブラコンにある1954年に建設された商業施設パレーズショップスはチェスターシティカウンシルが建設した建物の事例である。2015年にはパレード企業センターがアベニューサービシズとチェッシャーウェストチェスターのカウンシルの共同事業として開設された。パレード企業センターには サンクチュアリーハウジング、ブラコン図書館、公会堂、その他の地元の企業のオフィスが収容されている。イギリス陸軍は第二次世界大戦の少し前から少し後までブラコンの南部に陸軍基地を維持していた。木造の小屋やかまぼこ形兵舎に1950年代後半まで兵士たちが居住しており、チェスターシティカウンシルが1960年代に タワーブロックを建設し始めるまで陸軍の射撃場が運用されていた。ブラコン基地は様々な軍事的運用がなされており航空機が配置されていた時期もあり捕虜が収容されていた時期もあった。ブラコンのこの部分は今も地元の住民からは単にキャンプと呼ばれている。ブラコン駅アと2006年12月撮影。自転車道、歩道、橋が遠方に見える。 かつてブラコン駅にはニュートンにあったチェスターノースゲート駅から鉄道の便があったが1960年代半ばにおけるイギリスの鉄道号の経営合理化策として行われたビーチングワックスの一環として1968年9月9日に旅客取扱いが廃止された貨物列車は1984年4月20日まで運行されその後 単線区間として1986年8月31日に運用が再開されたが、結局1990年代初めには路線廃止に至った。かつての駅舎や鉄路は撤去されて残されておらず、その跡地はアスファルトコンクリート舗装の道路となっており、自転車道路、ジョッキング走路、田園散歩の歩道として利用されている。ありがとうございます。